スタデオンは、イタリア・ローマのパラティヌスの丘にある帝政ローマ期の、宮殿内の庭園、または競技施設跡、ドミティアヌスのヒッポドロームと表記されることもある。ローマ帝国第11代皇帝ドミティアヌスが、東側に隣接するドムス・フラウィアやドムス・アウグスターナ、と、同時期に建てた施設である。ネロ帝以降に建てられた建物群を撤去した後に、建てられた。スタデオンは、 ドミティアヌステー就任直後の81年から92年の間に建設された。スタディオンの建築材であるレンガの大部分にはドミティアヌステー時代の刻印がされているが、入り口部分はハドリアヌステー時代に、またエクセドラ部分はセプティミウスセウェルステー時代に改修されたものである。広場の南半分の地面に楕円形の建物跡が現在でも残っているが、これは 東モート王国の初代国王、テオドリックの時代に作られたアンフィタートルムの跡である。古代ローマの博物学者賞プリニウスによれば、スタディオンは競技場ではなく皇帝の私庭として使われていたようである。三世紀末の殉教者である聖、セバスティアヌスによれば、キリスト教信者の迫害のまさにその場所であると表現している。パラティヌスの中心部付近に入口 p ペリスティリウム P3 池のあるペリスティリウム CO 噴水のある半地ノのは X ダイエクセドラ A アウラレギア B バシリカ L ララリウムポポルチコ P1 噴水のあるペリスティリウム C トリクリニウム S スタディオンありがとうございます